どうも、アーサーです。今回はアーサー王伝説において、円卓の騎士筆頭格の一人で、物語の助演男優賞的な存在、ガウェインをご紹介させていただきます。また、大筋はトマス・マロリーのアーサー王の死を踏襲していますが、それ以外の要素も加えていますし、情景描写などでは私の表現が入っていることをお断りさせていただきます。王妃グイネビアがアーサー王に嫁ぐ際、嫁入り道具として王と騎士たちが共に囲むための円卓がキャメロット城に持ち込まれ、以降アーサー王に仕えるキャメロットの騎士たちは円卓の騎士と呼ばれることになるのですが、その円卓の騎士においてアーサー王の甥にして優秀な武将として活躍し、特に初期の伝説では最も優秀な騎士として活躍したのがガウェイン卿でした。ガウェインはオークニーの領主ロット王とアーサー王の異父子モルゴースの子で、つまりオークニーのロット王はアーサー王の義兄にあたるのですが、ロット王はアーサーがブリテン王に即位して間もなく、アーサーに反旗を翻した11人の王の一人でした。しかし最終的にロット王は、その戦いでアーサー王に味方したヘリノア王によって戦死させられることとなり、そのことが原因で円卓の騎士内部で、ロット王の息子であるガウェインたちとヘリノア王の息子であるラモラックらが対立することになります。こうした複雑な戦いと関係性がありながらも、ガウェインはアーサー王の資質と理想に惚れ込んで円卓の騎士の筆頭格となり、ガウェインの弟アグラベイン、ガヘリス、ガレス、さらにガウェインの息子フローレンス、ロベル、ガングランと一族揃って優秀な騎士としてアーサー王に仕えました。ガウェインは朝から正午までは力が3倍になるという不思議な能力を持つ、まさに太陽の騎士で、アーサー王の片腕としてその忠誠心は物語を通して高いものがある一方、強情で勇猛果敢な性格が災いして失敗をすることも少なくありませんでした。アーサー王の宮殿で新年の宴が開かれている時、突如全身を神々しい緑色の衣装に包み、さらに髪から皮膚、またがる馬までもがすべて緑色で、そのタイプは巨体というより巨人と呼んだ方がしっくりくるような緑の騎士が現れます。緑の騎士は噂に名高い円卓の騎士がどんなものなのか知りたいとキャメロットを訪れ、手にした大きな扇風をこの場で自分の首に振り下ろし、そして1年と1日後に今度は立場を入れ替えて同じことをすると誓える挑戦者はいないものかと首切りゲームを持ちかけてきました。このふざけた挑発に対してキャメロットの騎士たちが誰一人チャレンジャーとして名乗り出ないでいると、緑の騎士が高笑いとともにひどく侮辱的な言葉を円卓の騎士に浴びせてきたため、ついにアーサー王が挑戦しようとすると、それを制するようにガウェインが名乗り出るのでした。こうしてガウェインが緑の騎士の言った通りに斧を緑の騎士の首に振り落とすと、緑の騎士の首から血が噴き出し、その頭は胴体から離れたのですが、なんと緑の騎士の胴体はおもむろに自分の首を拾い上げ、そして1年と1日後に緑の礼拝堂で待っていると言い残すと、首を小脇に抱えて武田騎士く去っていきます。それからの1年近く、ガウェインは死刑執行の日を待つ死刑囚のような心持ちで、生きた心地のしない苦しくて苦しい時間を送ることになったのですが、死を恐れて約束を破るなどという不名誉をガウェインともあろう男ができるはずもなく、ガウェインは緑の礼拝堂を目指して旅に出ると、約束の日の3日前には約束の場所まで2時間ほどの距離にある館で過ごすことになりました。館の主人は従者を引き連れて狩りに出ると、獲物をガウェインに分け与えてくれるなど、とても親切にガウェインに接し、一方で王妃グイネビアにも劣らないと思われる美しい館の奥方は、館の主人が狩りに出るとガウェインを誘惑し、するとガウェインは奥方のプライドを傷つけないように礼儀正しく丁寧に親切なご主人を裏切れないと奥方からの誘いを断り、そういったことが3日間繰り返されました。そして約束の日、正々堂々と緑の騎士に会いに行ったガウェインは、緑の騎士の前で髪をかき上げ首をあらわにし、緑の騎士がガウェインの首めがけて斧を振り下ろすと、ガウェインはかすり傷を負ったものの、首が胴体から離れることはなく、
ガウェインが恐る恐る頭を上げると、緑の騎士はあの館の主人に姿を変えていて、そして館の主人の姿をした緑の騎士は、ガウェインを館に泊めたのも、奥方に誘惑をさせたのも、すべてガウェインの度量を試すために仕組んだことだと打ち明け、恐怖に打ち勝って約束を守り、誘惑に負けずに義理を通した高潔な君を許そうと言います。こうして人間としての弱さを内に抱えたまま、優れた人格を表現してみせたガウェインは、それまで以上にキャメロットで尊敬を集める存在へとなったのでした。ある時、通常の馬の2倍の大きさの黒い馬にまたがり、通常の人間の2倍の体を持ち、頭からつま先まで真っ黒な騎士によって、激しい暴行を受けた若い女性が、その黒い騎士に婚約者をさらわれたと、アーサー王の元に駆け込んで助けを求めました。アーサー王は女性を助けるために立ち上がったのですが、黒い騎士の魔法による金縛りにあって返り討ちとなり、黒い騎士はアーサー王に、年明けに必ず戻ってきて、あらゆる女が最も望むものは何かという質問に答えること、そしてその答えが誤りであった場合は、降参の証として国を譲り渡すという約束をさせられることになります。アーサー王は返り討ちにあった屈辱を噛みしめながらも、質問の答えを求めて東へ西へ森や荒野を駆け巡り、出会う女性という女性に質問の答えを求めました。あるものは富と、あるものは美しさと、あるものは知性と、あるものは愛と、様々な答えを口にしましたが、アーサー王はどれも正しい答えではない気がし、そうこうしているうちに約束の時が迫り、そんなある時、アーサーは深い森の中で世にも醜い婦人に遭遇します。世にも醜い婦人は名をラグネルと言い、片目がつぶれ、歯は何本も欠けており、髭が生え、縮れた白髪が不格好に伸び、さらに悪臭をも放っており、アーサー王はラグネルのあまりの醜さに身の毛がよだって、声が詰まり挨拶を忘れるほどでした。そんなアーサー王にラグネルは、私がどんなものを望んでも、あなたがそれを与えると約束するなら、あらゆる女が最も望むものは何か、その答えを教えましょう、と提案します。アーサー王はその提案に乗り、そうして黒い騎士との約束の日、アーサー王がラグネルから聞いた答えである、自分勝手にすることを黒い騎士に告げると、正解された黒い騎士は悔しがって去っていきます。アーサー王はラグネルに感謝の意を伝え、そしてラグネルが望むものを聞いてみると、その返事はなんと、円卓の騎士から夫が欲しいというものでした。これは大変なことになってしまったと、アーサー王は悩みに悩んで困り果て、ひとまず事情を円卓の騎士たちに打ち明けると、とりあえずラグネルの姿を確認する流れとなったのですが、円卓の騎士たちは皆、現実のラグネルを目の前にすると、そのあまりに醜い姿に皆言葉を失い、日頃のアーサー王に対する高い忠誠心を忘れて尻込みをし、誰もが罰悪く視線を泳がせ、ただ、そんな中、ガウェインだけはじっとラグネルを見据えていました。ガウェインはラグネルの瞳に潜む哀愁に深い同情を抱き、それとともに計り知れない使命感を抱き、ご夫人、私の妻になってくださるか、と名乗り出ます。こうしてガウェインとラグネルの結婚式が予定され、一同がラグネルを連れてキャメロット城に引き返すと、城内は円卓の騎士を代表する名高いガウェインの妻となる女の醜さにざわつき、密かにガウェインに憧れていた婦女子たちからは悲鳴すらも漏れてきました。結婚式の前夜、ガウェインとラグネルが二人きりになると、突如ラグネルの姿は光り輝くほど美しくなり、これが私の本当の姿です。今から私は昼と夜のどちらかだけ元の姿に戻れます。なので選んでください、と言います。ラグネルは魔女モーガン・ルフェイによって、醜い姿でも妻にしてくれる騎士が現れると、昼と夜のどちらかだけ元の姿に戻れる魔法にかけられていたのでした。ガウェインは、では昼だ。自分の妻が城内で見下されるのは面白くない、と返事します。それに対してラグネルは、あなたは私に大切な夫との夜を醜く色と言うのですか、と返します。すると困ったというより、少し面倒くさくなったガウェインは、では自分勝手にしろ、と言い放ったのですが、
実はこの自分勝手にしろという言葉をかけられることこそが、ラグネルが全ての呪いから解放される条件だったため、ラグネルが、では自分勝手にいたしますと答えると、以降ラグネルは昼も夜も元の姿へと戻るのでした。お気づきの方も少なくないかと思いますが、このガウェイン教とラグネルの結婚はガブリエル・シュザンヌとビルヌーブによって書かれ、ジャンヌ・マリー・ルブランド・ボーモンによって短縮編集された傑作美女と野獣に多大な影響を与えたエピソードです。さて、ガウェインはアーサー王伝説において最古参の騎士の一人なのですが、その起源はウェールズの伝説マビノギオンに登場するグアルフマイという英雄とされるのが一般的で、グアルフマイという名は5月の鷹という意味で、5月はケルト社会において夏の始まりであることから、ガウェインが太陽神を起源に持つことを示していると考えられています。またもともとケルト人社会においては、王に子供がない場合、王の甥にあたる人物が後継者となる風習があったため、アーサー王伝説がフランス風の騎士物語の影響を受ける以前、ガウェインの地位はかなり高く、伝承によってはアーサー王から王位を譲られるエピソードもあり、ガウェインは初期のブリテンでの伝承では優れた騎士として描かれていますが、フランスで発達したアーサー王の物語はブリテンの騎士を否定的に描く傾向があったため、フランスで発達したアーサー王の物語がイギリスに逆輸入されると、ガウェインはネガティブな要素が多くなり、ガウェインの強情さがランスロットとの対立を深め、その結果キャメロットが崩壊したかのように描かれ、ランスロットの引き立て役のような存在になりました。いかがだったでしょうか。次回以降、他の円卓の騎士たちの恋愛物語や武勇伝をご紹介していくので、お見逃しがないようにチャンネル登録をお忘れずによろしくお願いいたします。アーサーチャンネルの公式キャラクターアクセルキャットのグッズが現在販売されています。各種サイズもありますし、アーサー王伝説をはじめ世界の歴史や伝説をモチーフにニューデザインも追加されますので、概要欄から販売サイトに飛んでお求めいただけたらと思います。今後もアーサーを応援よろしくお願いいたします。